とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー5周やっていきましょう。本当にね、タワーシーズン4、周回のチャンスです。20分以内、まあまあ、18分、17分、それぐらいで周回できるので、今がチャンスよ。どんどん回って、いい装備をゲットしましょう。あ、地雷忘れた。まあいいや。地雷忘れたけども、大丈夫。どこ？倒した？オッケー。地雷はまあちょっと忘れちゃったんだけども、問題なし。そのまま、ぶっ倒していきましょう。はい。おお、矢が出た。矢が出てきた。ということで今日はね、5周です。いつもはね、3周だったんだけども、このシーズン4は短いから5周いけるんだよな。余裕です。いいの来て！お願い！まあ、ワンチャンあるのが2つあるからね。まずオートクロスボウよろしくないね。これお供え物としてはなかなかいいんだけど、装備できるかっていうとちょっと微妙です。さあ、機械仕掛け、どうだ？ダメ。クールダウンショットが入ってません。フロストバイト。そうか。まあまあ、クールダウン付きのフロストバイトは一応持ってるけど、どうなんだろうね。フロストバイト。これにしときます。次行くぞ。では、2周目。行ってみましょう。2周目からはミスらずに、地雷仕掛けていきます。はい、では2周目です。頼む、何が来るかな。でもあれだね、ちゃんとユニークは出てきてくれる。そこはね、評価しときましょう。チルゲイルもちろんいらないね。いらんね。次、ソルダーザ。クールダウンない。闇の刀は、全部いらんな。全部いらん。売りましょうか。売ろう。ソルダーザ売ります。3周目いこう。3周目来ました。そろそろなんか来て、まあまあまあ、ここ最近結構いいの来てるんで、来ない可能性もあるかな。いやいや、この流れに乗って来てくれるはずでしょう。まあ来たのはいいけど、結構微妙なやつばっかだったんだよな。悪くはないっていうところ。クールダウンなしか。いらんな。全部いらんな。どうしよう。弓と鶴橋はね、もう結構パンパンなのよね。これ売りましょうか。そうしよう。これを売ります。それでは4周目いってみましょう。まあ、サクッと倒して報酬見ましょうね。しゃ、倒したね。今のところいいところなし。4回目はどうだ。なんかツルハシよく出る。ツルハシいらないのによく出るな。まず達人はいらないね。ツルハシ、エコーね。振りが早いやつあんまエコーいらないんだ。エンチャでは、いや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 、使うにしても、旋風衝撃波が欲しい。いりません。残り火は、まあ、もともとね、クールダウンついてるやつだから、使えるっちゃ使えるね。雷フォーカス、火炎フォーカス、マルチロール、
悪くはないけども、まあいらんな。まあ鶴橋売るか。いっぱいアイテムあってもね、あんまり意味がないので、これを売ります。ラスト行こう。それではラスト5周目行きましょう。さあ今回は果たしていいのは出るのか、もしくは何も出ないハズレなのか、お願いします。最後何かください。なんだよもうこれ、ラギッドか、いらねえな。氷の牙いらん。わあ、いらない。そうね、何も使えないな。吸血、クリティカル、重力あたりか。で、氷は、輝き、重力。いや、よくない、よくない。全部よくない。もうこれだ。うん。これでいいや。はい、ということで、戻ってきました。今日はね、ハズレでした。何にも出なかった。何にも出てない。まあ、とりあえずまだもう少し、回ってみます。うん。で、なんか出てくれれば嬉しいかな。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。